はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回の動画は単月試作というこの弓の鍛造武器ですね、これを試してくれという要望を皆さんからめちゃくちゃいただきましたんで、急遽試していく動画になります。レベルは70、青年ランク2と、まあ、あんまり育成はできていないんですが、やっていきましょう。カウのステータスは攻撃力2065なんですが、鍛造武器のね、この単月施策の銃撃を敵の弱点に当てた場合、攻撃力を 45% プラスしてくれる効果があります。では実際に試していきましょうか。はい、カウのこのチャージショットを、敵の弱点、目玉ですね、にぶつけると、攻撃力は2065から2390まで上昇しています。325の、上昇ですね。なんでまあ、精錬ランク2かつあんまりね基礎攻撃力上がってない状態でこの上がり幅ですから、かなり期待できる武器じゃないでしょうか。はい、でこの上がった状態でもう一度銃撃を打っていきましょう。2段階チャージショットのダメージは合計でまあ約3万3000ほど出ていますね。鍛造武器かつレベル70、精錬ランク2でもこの火力が出せますからね、弱点を狙いさえすればめちゃくちゃ強い武器だということがわかります。では次にこのダメージがどれぐらい優れているかを、貫突レベル90の天空の弓と比較していきます。いやいや、鍛造武器で貫突した天空に太刀打ちできるわけないでしょと思うかもしれませんが、意外にダメージは競ってるんですよね。先ほどの単月試作の、チャージショット合計ダメージは3万3000でしたが、天空の合計ダメージ約まあ3万7000ぐらいですね。白ダメを含めても3万9000程度ですからね、単月試作をしっかりとレベルを上げれば並ぶと思いますし、なんなら精錬すれば、天空のチャージダメージを超えれると思います。まあこのようにメイン火力運用といいますかね、弱点をしっかりつける運用方法であれば、単月試作はめちゃくちゃ強い武器というわけです。でもなんでこんなにね単月施策でダメージが出るのかというとですね、カウンは会心ダメージが突破時ボーナスになっていますんで、会心ダメを盛るよりも、攻撃力を伸ばしていくバフの方が有効になっています。まあさらにカウン自体の基礎攻撃力が全キャラ中トップタイになっていますんで、攻撃力バフの恩恵は最もでかいキャラということになります。そこで単月試作の大幅な攻撃力アップ効果は、相性がいいというわけですね。で、単月試作が相性がいい点は他にもあります。カウンは元素スキルも元素爆発も設置物なんですが、設置物って置いた段階の攻撃力を参照するんですよね。なんで単月試作で効果を起動して攻撃力を上げておいて、その状態で爆発を使うとずっと、15秒間ね攻撃力アップ効果が乗り続けるというわけです。単月試作の効果自体は10秒と、まあ、やや短めではあるんですが、爆発にはずっと乗りますんで、とりあえず起動するだけして、爆発だったりスキルを打つっていうのが有効な使い方になりますね。爆発ももちろんそうですが、スキルのね、設置時だったり爆発時のダメージも置いた時の、攻撃力参照になりますんで、しっかり使えます。あと単月試作って敵の弱点をねしっかり、銃撃で射抜かなければいけないという、ちょっとねプレイ難易度が高い、武器になるんですが、一応カウンの銃撃2段階って上からね氷が降ってくる技もあるじゃないですか。これが敵の弱点に当たった場合も効果が乗っているっぽいですね。たまに確認できるんですが、ただこれ再現性がなかなか低くてですね、狙ってやるとかあんまり難しいですし、正直やっぱ弱点をつけんであればしっかり1段目で狙わなきゃダメかなとは思います。あ、これ乗ってますね。ただ今胴体を、当てたと思うんですが、上から降ってくる、氷の雨によって敵の弱点をつけたので、まあ、それによって攻撃力が上がっています。ただ自分で試してる感じ結構再現性は低いです。てか実際本当に、ね、これが乗ってるのかも微妙なところなんですが、なんでまあやはりねしっかり銃撃1段目で敵の弱点を射抜けるように、なんでしょう、エイムはしなければいけないかなと思います。ただまあ他のキャラよりかはエイムが楽と言いますか、まあ許容範囲は広がるというふうな認識でいてほしいです。というふうにあらゆる面から見てカウンとの相性がいいですし、しかも鍛造武器なんで誰でも簡単に作れるという、まあ、一見悪いところがない武器ですよね。ただやっぱり弱点をちゃんと銃撃でねコンスタントに狙ってちゃんとね当てなきゃいけないというのが、まあ、最大のね難関かなと思います。もちろんプレイングが上手な方だったり、パソコンでやってる方だったらおすすめできるんですが、どうしてもスマホだったり、まあ、タブレットだったりっていうのと、エイムといいますか敵のね弱点を狙うのが難しいですよね。なんでまあそこは缶を使ってみて弓でちゃんと弱点当てれるかどうかを確認してから、作るかどうか選んだ方がいいと思います。で、もう一個気になるのは、今、スターライトで交換できる黒岩シリーズ、黒岩の弓ですね。これと今回の単月試作、どっちの方が強いのか、どっちを選んだ方がいいのかという部分ですよね。
これはいろいろ要素がありますが、まずやっぱりエイムできるか、敵の弱点をつけるかという部分が最大の判断材料だと思います。まあこれ単純に弱点つけるかどうかという技術的な面もあるんですけど、やってるうちにその弱点つくのが面倒になったりとかしちゃう可能性もあるじゃないですか。まあなのでそこまで考えて根気があるかどうかっていうのも、ちょっと悩んどいた方がいいですよね。黒岩シリーズは雑に使っても強いですし、なんならチャージショットを使わない運用でも、全然ね装備できる武器になります。ただ黒岩は貴重なスターライトを使わなければいけません。スターライトはキャラクターとの交換もできますから、将来的にね嫁りたいキャラが出た時にそれと交換するためにやっぱ取っておくっていうのは大事だと思います。ただ弓の原型の価値も未知数でして、まだ今後もね鍛造武器でより優秀な弓が出た時に一気にそれを精錬できるという、魅力もありますよね。まあなんでスターライトも弓の原型もどっちもどっちで大事なんですよね。なのでここはかなり難しいですが、まあやはり汎用性の面で黒岩を取るか、あるいはねチャージショットの魅力ロマンをね求めて単月試作を取るかという問題だと思いますんで、そこはもう皆さんの好みで決めてみてください。これはあくまで僕のおすすめなんですが、僕としては黒岩の方をおすすめします。やっぱチャージショット運用やめたっていう場合でも他のキャラに黒岩つけても全然使えると思いますし、カウンでねサブ火力で使っても黒岩全然噛み合いますから、まあそういう意味で育てて損がない武器だと思います。まあ対して単月試作は関羽のチャージショット運用にほぼ、絞られた武器になりますんで、将来性ではちょっとないですよね。まあ、僕自身ね黒岩まだしっかり育成して使えてないので、滅多なことは言えないわけなんですが、まあ、参考に程度にね聞いてもらえれば嬉しいです。というわけで今回の動画は以上になります。ちょっとね急遽撮ってしまった動画なんで内容をちょっと短くなってしまいましたが、まあ、一応前回の動画で他の武器アモスとか天空とか絶弦、祭礼ですね、この辺の弓の比較動画を上げていますんで、他の武器も見たい方は良ければね、前回の動画も見てもらえると嬉しいです。では今後も原始の動画を上げていきますんで、良ければチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。